石野陽三の芸術雑談。絵は時代によって変わっていく。絵は生活様式によって変わっていく。絵はより個性の時代に変わっていく。もともと絵は写真がない時代に、写真に変わるものとしてあった。だから人物はそっくりに、生物はそっくりに、風景もそっくりにと書くのが主流であった。しかし時代は変わってきた。この頃の例えば住宅を見たらわかる。明るい明るい住宅になってきた。白とか、まあ乳白色とか、ミルキー模様な感じの壁とか、そういうふうな内部、部屋の内部はなってきた。それ以外にあるとしたら、だいたい茶色、ちょっと黒があるかないうぐらいで、白が中心と茶色の部屋の中。家の外部も昔と違うて、随分明るくなってきた。こういうふうに写真の時代から、もう写真は当たり前いう時代、写真の代わりで代わりに絵を描くんでない時代、写真の時代から、写真の代わりをする絵でない時代になってきた。そして割に建物も明るくなってきた。内外ともに明るくなってきた。人々も昔以上に生活の中で、家の中で楽しむ時代になってきた。そして昔以上に個性が要求される時代になってきた。同じような風景や生物の写真を描いていても人は喜ばない。やはり個性がある絵、個性的な絵が重要視されるようになってきた。それとやはり絵を見て楽しめる、楽しさ、絵に楽しさが要求される時代になってきた。だからこれからの絵は個性的で楽しく明るい方向に大きく向かっていくと考える。個性がなかったりか、明るくなかったりか、楽しくなかったりか、時代にマッチせんというか、それが絵に求める人の心であると、こういうふうになると私は考えている。もうその傾向は十分に現れている。ますます将来この傾向が強くなると私は考えます。